北陸鉄道、北陸鉄道株式会社、北陸鉄道は、石川県金沢市に本社を置き、石川県を中心として、鉄道とバスを経営する、中小私鉄である。鉄道を中心にした経営ではなく、主力は、路線バス、高速バス、定期観光バスを含む、貸切バス事業となっている。北鉄と略される。筆頭株主は、 発行済み株式の13.57%を所有する名古屋鉄道。また、主要な連結主会社として、議決権の80.5%を有する小松バスの、他、事業所を分社化した北鉄金沢バス、北鉄バス、北鉄金沢中央バスなどが2012年に合併、などがある。2004年、平成16年12月1日から、乗車カードとして、 IC カード、E か、I かが導入された。当初はバスのみで利用可能なプリペイドタイプのみの運用だったが、2005年、平成17年3月1日使用開始分からは定期券の機能を持つ E か定期券を導入し、発売開始した。この E か定期券はバスだけでなく、鉄道線の一部駅間でも利用可能となっている。ただし、鉄道線は プリペイドタイプとしての利用はできない。数年内に利用できるように整備する予定ではある。ものの、設備投資に2億5000万円かかることから、導入時期は未定となっている。全日空金沢地区総代理店業務も、自宅、子会社の北鉄航空でハンドリングを行っている。1943年、昭和18年に、陸運動制令に基づき鉱山鉄道であった。 こ谷鉄道を除く石川県下の鉄道及びバス会社をすべて統合して発足した。だが社風が異なる会社を強引に合併したことから発足後しばらく混乱を生じたりまた路線が各地に点在するなどしていたため合理化も進まなかった。さらに合併の弊害として1959年昭和34年から1960年昭和35年に 労氏紛争が起こると、ストライキなどが頻発して、鉄道、バスが多く運休となり、観光を中心とした、県下の経済に悪影響を与えた。また一時は、社長をはじめとする役員がすべて辞任するという、主導者不在の事態に陥ったりもした。運輸省では、事態の収拾を図るため、名古屋鉄道、名鉄に命じて、同社を子会社化し、支援を行わせることにした。 だが、石川県には、この北陸鉄道の混乱に乗じて、近畿日本鉄道が、北日本観光自動車、かつて金沢、合わず、山中間に路線を有したというバス会社を参加に、収め、北陸鉄道一社に、県下の交通が独占されているのを解消しようと、競合バス路線の開設をもくろむなど、交通業界は無秩序の状態に陥った。 この混乱が収束するのは、1969年、昭和44年に、北日本観光自動車のバス路線拡大申請が、運輸審議会で却下されたあたりからで、北陸鉄道では以後、名鉄が同時期に言っていたように、鉄道、バス路線の整理を推し進めることになった。なお、1968年、昭和43年に、 全鉄道路線の廃止の意向を表明したことがあったが、地元住民や自治体の反対にあい、浅野川線、石川総線、石川線、金銘線、のみ線の総称は合理化努力により残とになった。あとに、のみ線は利用低迷で、金銘線は路盤劣化により廃止。コーポレートカラーは以下のように定められている。かつては国鉄各駅ごとに、 接続と言われるほどに、石川県加賀地方のほぼ全域と能登地方の一部に、路線を持っていたが、次々に、モータリゼーションの影響で廃止され、現在は2路線 20.6km を有するのみとなっている。原油路線の部分廃止区間含む、詳細は、定期券、お得な乗車券、鉄道を参照。現在の営業運転用の車両はすべて、 大手私鉄から譲り受けしたオールステンレス電車で2車種4形式に整理されている。路線廃止が進行する以前には合併会社各社からの継承者と合併後に車体更新申請された車両を他社から譲り受けした中古車両などが入り乱れ、外して低規格な路線が多かった事情もあって、低質な小型電車中心の複雑な車両構成をきたしており、 また、軌道線や、非電化路線があったことから、路面電車や、軌道車も保有するなど、百機夜行の状態だった。戦後のデザイン傾向としては、1950年代から1960年代に、かけての鉄道線車体更新車、新造車で、左右の尾頭を、車体裾そのごく低い位置により目気味に配置するスタイルを、共通して多用した時期ある。 この間にアンチクライマーを配置した例も多かった。合併各社から引き継いだ車両にも同様な微位置改造を施した事例が見られた。詳細は以下の各路線の記事を参照。かつては石川県全域に路線バスの路線を有していたが、現在ではその大半を分社化している。北陸鉄道本体は高速バスや金沢小松空港間のリムジンバス。 および、金沢市中心部の路線バスの一部の幹線系統、城下町金沢周遊バスを中心に運行を担当している。路線バスについては、金沢市北部の一部路線で、西日本 JR バス及び極わずかの本数の、下越能バスと競合、市内中心部では、西日本 JR バス及び町バス、と休日と繁忙期のみ運転とも競合しているが、 それ以外に関してはほぼすべての路線で独占状態である。また、金沢市などのコミュニティバスを受託運行している。1999年、平成11年2月19日に、金沢市がオムニバスタウンに指定されたことを受け、2004年、平成16年12月1日から IC カード、E カ、I カが導入され、金沢市及び同市周辺の路線、 高速バスや定期観光バスなどを除くで利用可能となった。2008年平成20年10月14日よりバスの車体に広告を施したラッピング車両を試験運行し、その後本格運行に入っている。金沢市の中心部においては、主体性エリアと呼ばれる一定距離での均一料金区間を導入しているが、その他の区間では距離ごとの運賃となる。 2018年、平成30年現在、地帯性エリアでの運賃は200円、220円、240円となっている。また、武蔵が辻高林防寒での乗降者に限り、運賃は100円となる。かつては朝日町、鈴県内2丁目、鈴見町金沢大学、各間でも2006年、平成18年4月1日より100円区間とされて、 いたが、2011年、平成23年3月31日をもって、終了した。詳細はバスお得な乗車券、定期券、回数券、フリー乗車券を参照。名鉄グループであるため三菱不走車が多いが、石川県内に古くから、金山自動車工業、現、J バスがあることから伝統的に、日野車も多い。サイズは1990年。 平成2年までは10.7メートル車中心だったが1991年、平成3年から1996年、平成8年にかけては金沢地区において11メートル車を多く導入していた。また、同年にかけてはハイバックシートなどを装備したハイグレード仕様として導入していた。三菱車においては1995年、 平成7年までは、当時の三菱自動車工業名古屋製作所を終え、工場製導入していたほか、1974年、昭和49年頃までは、三菱、金山車体の組み合わせで導入していた。なお、1996年、平成8年以降は三菱不走バス製造、MFBM 製を導入している。日産ディーゼル、当時、現、 ドトラックス車においては、1987年、昭和62年以降、高速路線向けに大量に、スペースウィングが納入されてきたが、1997年、平成9年を最後に高速車は納入されていない。逆に、一般路線向けには1996年、平成8年に、中型幅の10.5メートル車である JP、ワンステップの導入を皮切りに、 中型のステップ車を中心に数多く納入されるようになった。近年ではフルサイズ大型車スペースランナー RA も配備されるなどグループ全体でもシェアを伸ばしていた。車体製造メーカーは富士中工業製と西日本車体工業製が混在している。後者は CNG バス及び小型車で採用されている。さらに2008年平成20年からは三菱不足からの OEM 車種であるペースランナー A を導入していたが、日産ディーゼルのバス事業撤退に伴って2010年、平成22年を最後に新規導入を終了した。かつては、イスズ自動車製も活躍していたが、現在は導入されていない。ただし、奥の都地区においては2002年、平成14年に撤退した。 西日本 JR バスから譲渡された小型路線バス、ジャーニー級保有していたが、現在は全て廃車になっている。近年はグループ会社で、他社からの中古車を一部導入しているものの、地方のバス会社、グループ全体としては、大都市の事業者のように新車をかなり積極的に導入し、サービス工場に努めている。金沢地区では、長弱車の一般乗り合い車が多いのも、 特徴的である。貸切車、空港ム無人車、県内特急車は三菱及び日野車を導入している。貸切車においては2006年、平成18年以降日の新型セレガを増備しているほか、2007年、平成19年には、北陸地区では初めてとなる三菱不装、エアロエースが導入され、現在も増備されている。 都市間高速車は2007年まで3メーカー揃っていたが、2018年現在、富山線に、昨の当てている以外はすべて三菱不走のみである。保有車両数、北陸鉄道本体、2009年時点。ノンステップ車、ワンステップ車の採用は1996年、平成8年から積極的に推進していて、導入台数は北陸地区において最も多い。 1997年、平成9年に大型ノンステップ車7台、三菱不装系 c MP747M が導入されたが、これは北陸地区で最初の導入であった。その後も増備されたが、2000年末以降、金沢地区でもコストダウンを目的に日産ディーゼル、RN などの小型車、プチやヒの HR を主体に日産ディーゼル JP、三菱不装、 MK といった中型10.5メートル車の導入が続いていた。しかし、積み残しや車内の混雑が激しくなるなどの問題が生じたため2005年、平成17年秋からは輸送力を増強すべく、フルサイズ大型ワンステップ車の導入が開始されたほか、2006年、平成18年により、大型ノンステップ車の導入も再開され、現在も増備が進んでいる。 なお、2005年、平成17年以降のサイズは、ワンステップ車は10.7メートル車、ノンステップ車は10.9メートル車を基本に導入されていたが、ワンステップ車においては2008年導入の日産ディーゼルスペーランナー A より11メートル車で導入され、2011年以降はすべて11メートル車で導入されているが、2013年は一部10.7メートル車も導入している。 1990年代後半より、地域市街車を中心に、大手事業者からの中古車も導入している。特に、加賀温泉バス及び、能登地区の地域市街車において、導入例が多く、金沢地区でも子会社にて、導入例が見られるが、北鉄本体では、貸切車両を除き導入されていない。以前は、都営バス、小田急バス、成田空港交通、 空港グランドサービス、名古屋市営バスなどや、奥の都地区で撤退した、西日本 JR バスからの移籍車両も使用されていた。2005年以降は、愛知万博終了後、大量の余剰車が生じていた名鉄バスから大量の中古車を購入した。少数ながら、大阪市営バス、川崎市営バス、京浜急行バス、京阪バス、総鉄バス、立川バス、上川中央交通、 JR 東海バスなどの遺跡車両も代籍していたが、これらの車両も現在引退が始まっている。また、近年では2008年、平成20年4月に廃業し、北陸鉄道も出資していた、富山県の名鉄クレハ観光バス、1台を含む名鉄系グループ各社より、貸し切り車両も遺跡してきている。主に競馬場等の契約輸送で運用されている。 車両側面及び後方には、北陸鉄道独自の車両番号を、詳細は下部に表記が記載されている。また、前扉周部には、東や南といった文字が記載されている。これは所属する営業所を表す、東は東部支所、南は南部支所。2000年、平成12年以降は、方向幕に LED、王子製を導入しており、 北鉄本体以外では、新車以外の車両も LED 方式に切り替えを行っていて、幕式の車両は少なくなってきており、特に子会社の北鉄金沢バス、野の市営業所を除くでは、在来車も含めて100%完全に LED 方向幕に移行している。また、2008年の新車の一部より、液晶パネル式運賃表、レシップ製が採用されほか、同年の新車より、 HDD 式ドライブレコーダー兼デジタルタコグラフの導入が開始された。2000年代後半頃から貸切車については冒頭の一桁目はメーカーや車両規格という分類ではなく営業所ごとに番号が割り振られるようになっているが二桁目は引き続き乗り合い車と同じ扱いである。また乗り合い車についても冒頭の一桁目はメーカーによる分類として中型車でも 従前の大型車と同じ番号が割り振られ、コミュニティバスなどの小型車については3桁の投資、番号のみの割り振りになっている。また、配分以下の投資番号は以前は貸し切り、乗り合いを問わず00から1台導入ごとに、加算され、999まで行くと00に戻り、これを繰り返していく方式であったが、同じく2000年代後半ごろから、貸し切り車は00から100番台。 乗り合い車は200番台900番台が割り振られるようになっており、最終番号に来れば、それぞれの枠内にて、最初の投資番号に戻るように改められている。現在、貸し切り車用である0 0零から100番台と、乗り合い車用の初等部である200から210番台の中には、2013年11月現在、乗り合い車の一部で、各運行市会社で独自に割り振った番号も混在している。 2013年度の新車で乗り合い車の投資番号が999に達した後、それ以降は221から始まっているが、これはその部分との重複を避けたためと思われる。管理委託路線を除く。協調文字は、地帯性エリアの境界停留所。北陸鉄道グループでは、金沢市内一般路線バスに方面別にカラーリングを行っている。この表記は、 方向幕採用のバスや金沢駅の案内表示に見ることができる。また、北陸鉄道半布の路線図にも色分けがなされているが、若干色が異なる場合がある。北陸鉄道、本体が運行及び運行支援を行う路線は、すべて金沢駅東口発着。北陸鉄道では高速バス各路線に相性を採用していないため、 愛称のある路線は共同運行会社における愛称である。各路線の歴史については、北陸鉄道のウェブサイト、北陸鉄道グループ高速乗り合いバスの歩みを参照。なお、金沢大阪線、金沢富山線、金沢高岡、都並線の3路線は、子会社の北鉄金沢バスが運行を行っている。詳細は、北鉄金沢バス高速バス路線を参照。 石川県加賀市、金沢市と東京都渋谷区、八王子市を、北陸自動車道、上信越自動車道、関越自動車道、首都圏中央連絡自動車道、首都高速道路、中央自動車道経由で結ぶ中高及び、夜行の高速自バスである。夜行便のみ、西東京バスと共同運行。中高便は運行支援のみ、西東京バスの単独運行。 石川県金沢市と山形県山形市及び宮城県仙台市を結ぶ夜行高速バスである富山地方鉄道と共同運行石川県金沢市と新潟県新潟市を結ぶ高速バス路線である1日に往復新潟交通と共同運行1991年当時 JR 線の金沢駅新潟駅間には北陸本線 新越本線を経由する特急列車、白鳥、来場、北越などが運行されていた。東高速バス路線は低価格の運賃設定を強みに、これら特急列車に対抗するため開設されたものである。その一方で、JR 線の特急列車は、もともと北陸地方三県と上越新幹線の乗り継ぎ需要に特化したダイヤを編成しているという背景があり、 1997年、平成9年の北越急行北北線開業を機に特急列車の運系統が整理され、大阪駅から直通していた白町、内町は金沢駅及び富山駅で運行系統を分割され、金沢駅長岡駅間を結んでいた特急、輝きは北越急行北北線経由の特急、白火に移行し廃止された。 これによって全区間を通して乗車する利用客はもともとあまり多くない金沢駅新潟駅間の北越も大幅に本数が減少した。道路線は北陸新幹線開業に至るまで共に金沢と新潟を結ぶ都市間輸送を役目として北越と競合関係を保っていた。一時期新潟初最終の北越1 0号は17時台の発車だったが 東日本旅客鉄道 JR 東日本新潟支社は道路線の運行時間帯を見越して発車時刻を18時台に繰り下げるなど高速バスに対抗しかつ利便性の確保を図ってきた北陸新幹線開業後は金沢駅新潟駅間を直通していた北越が全廃されたため道路線は金沢と新潟県中越 カ越地方を直通する唯一の交通手段となっている。金沢市と岐阜県高山市を結ぶ路線である。納品の利上げ自動車、納品バスと共同運行。現在は、高山8着4往復と、白川号8着6往復が運転されている。五香山バス停は、ンクローズ扱い、金沢駅東口五香山間に限り、乗降か。名鉄バス。 西日本 JR バス JR 東海バスと共同運行。石川県金沢市、福井県福井市と神奈川県横浜市、鎌倉市、藤沢市を結んでいた夜行高速バスである。高速バス路線開設ブームの最中に開設された路線であり、北陸鉄道の関東方面への高速バス路線としては2路線目の高速バス路線である。運行開始当初は、 中高便も設定されていたが、後に廃止された。2007年、平成19年までは、横浜側の共同運行会社は、相模鉄道で、ラピュータ号という愛称が付けられていた。同年以降は、江ノ電バスと共同運行。江ノ電バスでは、横浜、鎌倉、藤沢福井、金沢線と称する。金沢市、小松市と山梨県富士吉田市を結ぶ。 夜行高速バス路線である。富士急山梨バスによる単独運行で、北陸鉄道は運行支援のみである。途中、静岡県静岡市青井区、富士市、富士宮市、山梨県南鶴郡富士川口小町を経由する。確実運行で上下線それぞれ1往復が運転されており、季節運行となっている。金沢駅発、上りは金曜日、日曜日、 火曜日の運行、富士山駅発、下りは木曜日、土曜日、月曜日の運行となり、水曜日は運休。小松駅を経由するため、富山県方面には行かず、米原 JCT を経由し、名神高速道路、東名高速道路を経て運行される。2011年時点で17社が連結市会社者となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。